しみにしてるぜ。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ひいらぎみゆです。今回は、ちょっと喋りたいことがあったんで、ちゃちゃちゃっと喋って、実況終わりにしたいと思いますね。よく、ゲームでコアなゲーマー向けの、ゲームってあるじゃないですか。CSGO だったり、レインボーシックスシージだったりね、 FPS で言ったら、あと最近だと、ガンダムのバーサスシリーズとかね、格闘ゲームとかもそうですね。そういうね、コアなゲームにおいて、初心者を廃絶するとどうなるかっていうことをね、ちょっとお話ししていこうと思います。よくね、初心者をね、廃絶する、拒否するコメントとかね、ザクがボム持つなとか、そういうコメントとかね、いろいろコメントとかメッセージとかね、あとボイスチャットの暴言とかね、そういうものいろいろあるんですけども、それをやってしまうとどうなるかっていうと、新規ユーザーなわけですよね、初心者っていうのはね。で、初心者、新規ユーザーっていうのは勝手に生まれてこないんですよ、絶対に。で、今までゲームやってた人たちも一生ゲームができるわけないじゃないですか。その結果どうなるかっていうとですね、なんて言うんだろうな、新規ユーザーを淘汰してしまって、その結果どうなるかっていうと、今まで既存のユーザーたちが、例えば、受験で忙しいとかね、生活が忙しい、仕事が忙しい、学校が忙しい、そうなってゲームをやめてしまった時に、今までやってた人たちがどんどんやめてって、人口が減ってるにもかかわらず、初心者の新規ユーザーが一切そのゲームに寄りつかないっていう状況になって、当然新しいユーザーもいない、ユーザーがどんどん減るっていうことはどうなるかっていうと、過疎ですよね。もうユーザーがいない、人口がいないっていう状況になってしまうんですよ。で、最終的に人口がいなくなって、たどり着く答えっていうのは、もうこのゲーム過疎ゲーオワコンみたいなね、そういうね、レッテルを貼られてしまうと。で、それを言うのが今までやってきたプレイヤーたちなんですよね。このゲーム過疎ったなみたいな、もうオワコンだみたいな、自分たちがその、ゲームの寿命を縮めたっていう自覚を何も持たない場合が多いんですよね。自分たちが、めちゃくちゃ好きで愛してるゲームなのに、自分たちでそのゲームの寿命を縮めてしまうっていうのが、とてもね、悲しいことだなと、僕本当に最近よく思うことがたくさんあるので、ね、ぜひね、皆さんにはちょっとこの話をしたいなと思っていたんですけど、格闘ゲームが流行ってた時代ですね。今もまあ流行ってはいるんですけど、そのゲームセンター全盛期の頃ですね。あの頃にそのちょっと立ち回りとかコンボを覚えてきた中級者が、今まさに練習中のプレイヤーをね、ボコボコにするんですよね。まあその昔のゲームセンターっていうのは、そのオンライン対戦とかなかったんで、格闘ゲームとかやるの台で向かい合って、戦うことが多かったんですわ。で、自分のプレイの邪魔だから初心者を倒して、さっさとやっちゃうみたいな、そういうねプレイヤーが結構たくさんいたんですよ。当然ね、それに対してゲームを本当に愛してる上級者ってのはめちゃくちゃ怒るんですよね。なんでお前がその今せっかく現れたこのゲームの新しく始めようとしてるその人を潰すんだってめっちゃ怒るんですよ。だからそのゲームを本当に愛してるのであれば、本当にね、初心者は大事にしないといけないんですよね。なんか自分の思った通りの行動しないからって、そのお前やめちまえみたいな行動は絶対ね、やめた方がいいと思うんですよね。どっちかっていうとこうアドバイスしてあげるぐらいの、でかい心を持って、初心者に接してあげて、むしろ仲良くしてそのゲームをうまくもっと得意にしてあげた方が、そのゲームは長生きすると思います。まあということで、駆け足ながら喋りたいことを喋って終わっちゃった感じなんですけど、まあ本当に、初心者を大切にしないとそのゲームの寿命が縮んでしまいますので、皆さんぜひともよろしくお願いします。ということで、ちょっと駆け足に雑談していったんですけども、本当にユーザーは新しく作るのってのは本当大変なことなので、そのゲームを末永く、流行らせたいのであれば、
新規ユーザー初心者さんは大事にしていかないといけないと思いますね。ということでちょっとね真面目すぎる話だったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。ということでチャンネル登録お願いします。ではまた戦場で。